ちょっと違う話題になるんですが、すいません、はい、1月6日に行われました大阪 IR の、環境影響評価の、公聴会についてなんですけれども、公述人の方のお話の中で、昨年11月頃に行われた説明会に事業者が出席していなかったと。で、事業者に対して直接聞きたいことがあったのに聞けなかったと。で、事業者は説明をする気がないのではないかという公述をされていました。で、これについて市長はどのように思われますでしょうか。詳細のやり取りまで把握しているわけではないんですが、IR につきましては双方向の、この間もですね、IR の実施の市民の皆さんの意見を聞く場を設けたり、環境影響評価に関してもそういう会を設けてですね、可能な限り住民の皆さんの理解を得られるような取り組みを進めています。そういった中でいただいたご質問にきっちり返せるように担当の職員やですね、所管の者が出席し対応しておりますので、しておりますと。説明会に関しては、大阪市の環境局の方に確認を取りましたところ、これは業者が行うもので市の方が行うものではないと。なのでそれは業者にしてもらうものであるということと、それから条例の中に事業者が出席するということは明記されていないというふうに回答しています。で、条例で決められているのは説明会の開催においての日程や時間など内容などの届け出と結果の報告のみで、そこに参加するということについては明記をされていないので、市の方から特に言うことはないという回答だったんですけれども、この条例の中で説明会の開催の届けと結果の報告が義務付けられているにもかかわらず出席しなくていいというのはちょっとよくわからないんですが、その辺説明していただけますか。さっきのご質問でもご回答しましたけど、これは環境影響評価以外でもそもそも IR の推進にあたっても IR 推進局を中心にですね、住民の皆さんへの説明会を続けています。で、ルールに決められたものが出席してきっちり住民の皆さんにお答えできるような体制を取ってですね、説明会を進めておりますので、住民の皆さんにできるだけご質問にお答えできるようにしておりますし、事業者がいないと答えられないということではないと思っております。住民の方々は事業者に聞きたかったということなんですね。それで、十分な回答が得られなかったということをおっしゃっています。で、十分に住民の方に説明が届いていないということは、やはりその説明会として不十分ではないかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。多くの皆さんにご納得いただける、ご理解いただけるように説明会の回数を重ねて、しかるべきその決められたものが出席して、やり取りを進めています。多くの方にご理解いただけるよう説明する反面ですね、やっぱりどれだけ説明をいただいてもちょっとやっぱりご納得いただけない可能性もありますし、またちょっとどういうご意見か直接は知らないんですが、そもそも事業者がいないということがちょっとご不満なのであればですね、事業者がおそらく来るまでご納得はいただけないでしょうし、我々としてはいただいたご質問や対応についてしっかり説明できるしかるべきものが出席してご説明を続けています。そういった中で、ちょっと事業者への不信感であったり説明不足というご意見があったことはこれは受け止めておきますので、今後も引き続きしかるべきものが出席して説明ができるようにしていきたいと思います。ありがとうございます。次にですね、環境影響評価 の, 項目についてなんですが、公述人の方から環境影響評価に液状化と地盤沈下が入っていないということについて、おかしいのではないかと、内容に入れるようにしてほしいという意見が出ていましたが、これについては加える予定はあるんでしょうか。液状化等のご質問についてもこれ結構いただいてるんです。で、それはいろんな通路を通じていただいてますし、住民説明会の方でもこれいただいてますので、順次お答えはしております。
で環境影響評価の方は評価項目がですね、水質や土壌、騒音、振動、低音周波、電波障害、残土、地球環境と、非常に多岐にわたりまして、そういったものを専門家の皆さんが入って、評価して、公聴会等を開いて手続きを進めているものです。ですので、土壌要は液状化等の質問に関してですね、それはそれとして住民の皆さんからご質問があればお答えする機会というのはきちんと設けながら進めています。加える予定があるかどうかという質問なんですが、あるんですか？この環境影響評価の会議というのは専門家の人が入って進めていますので、この体制をなんか僕の一存等で変えるという予定は今のところありません。ただ市民の説明会はこれ開催してますので、先ほどご指摘 その液状化の話等はご質問がいただけたら局の方からご回答するようにしております。ありがとうございます。この、液状化地盤沈下についてなんですが、大阪市の環境局に確認をいたしましたところ、市の事業として、液状化対策などはやるので、事業のこの、環境影響評価には入れる必要はないという回答をしています。それで、この液状化と地盤沈下についてなんですが、地盤沈下の原因になるものが7つあります。1つ目は震災としての地盤沈下、2番目が液状化による地盤沈下、3番が経年圧密による地盤沈下、4番目近隣の工事による地盤沈下、5番目地下水の過剰な汲み上げによる地盤沈下、6番目自動車や鉄道の交通振動を原因とした土の締め固めによる地盤沈下、7番目地下のトンネル工事による地盤沈下、7つあります。でこれは工事による地盤沈下は3番以下全部そうなんですけど、なぜ入れないんですか？重ねてになるんですけど、地盤沈下や液状化等に関するご懸念に関しては別途機会を設けてご質問があればお答えできるような説明会というのは開催しています。で環境影響評価に関しては生態系であったりいわゆるそういった環境への配慮というのを考えるセクターですので、それはそれとして、手続きは進めます。ですので我々としてその説明責任を尽くしていないというつもりはありません。この環境影響評価については、専門委員会の中に地盤沈下の部会があるんですね。で、専門委員会の中に地盤沈下の部会があるのに、なぜ項目には入っていないんでしょうか？あんまりこの環境影響評価でも地盤沈下をやってほしいというご認識があるというのは、我々としてはその一定こう住民の皆さんからご説明、結構質問いただいご存知だと思うんですけど、これまで説明会で何回も開催されてですね、その都度液状化や地盤沈下に関するご質問というのはいただいてます。でそれに関して局の方から適切に回答しておりますので、そちらできっちり説明責任を果たしています。大阪市の環境局の方、環境局ですかね、の方は、あくまでも工事に対するその、IR の工事に対しての環境影響評価を行うのであって、自然災害のものに対しての影響評価を行わないということを言ってるんですね。それで、先ほどの地盤沈下の原因として7つ挙げていますが、3番目以降はすべて工事の関係する地盤沈下の原因になるというふうに思うんですね。ですが地盤沈下が項目に入っていない。でこのことについては公聴会でも公述人の方が複数証言されているはずなんですが、入れないというのはどういう理由でしょうか？ちょっと重ねてになるんですけど、局の方が回答はしていると思いますが、一定の基準に基づいてこの影響評価、この専門家も入って、きっちり検討するセクションがあって、でそこは所定の手続きにのっとって進めています。法的にもそういうステップをきっちり踏んで進めています。一方で多分そのご懸念の地盤沈下や液状化
に対してなんか説明責任を尽くしてないというか、まあ、答えてないというご懸念も根底にあるかと思うんですが、これに関しては住民の皆さんへの説明会で再三というか、まあ、都度ご質問をいただいてますので、それはきっちりお答えできるようにしていきます。はい。先ほどお伝えしましたように、大阪市 の環境課の方では、自然災害に関する、アセスメントは行っていないという回答を回答されているんですね。で、今回 その、環境影響評価の準備書も工事に関するものであると、あくまでも工事に関するもので、自然災害に関するものは行っていないということだったんですね。で、もしこの IR ができた後に自然災害などで、建物の崩壊であるとか人的被害が出た場合というのは、これはどこがどう責任を取るんでしょうか。自然災害で起きたとき、地震とか風水害というときですよね、それは工事の期間とか営業中時期によって、また規模やダメージによって取り決めがされるものですので、一概に何か決まっているわけではありませんけど、これはきちんとルールにのっとって進めていきます。多分そのご懸念は説明が尽くされていないというところだと思うんです、結局根底として。ですので重ねてになりますけど、その液状化や地盤沈下や先ほどおっしゃられたような詳細の時に、まあ、責任の所在はどこかというのを含めまして、市民の公聴会 IR 事業そのものに対する住民説明会の方でもきっちりやり取りはさせていただいておりますし、僕はできるだけ目は通すようにしているんですが、おそらく都度やっぱりご心配のお声その辺いただいているところに可能な限り局の方もお答えしてますので、これはきっちりそこで説明責任が尽くせるようにこれからも取り組みしていきたいと思います。ありがとうございます。すいません、先ほど追加質問になるんですが、今回昨年の12月ですかね、液状化対策工事が IR 区域 の、 液状化対策工事がもう始まっていると思うんですね。で、大阪市の環境局の方に手続きの確認などを取ったんですけれども、現在 IR については環境影響評価の準備書、これがまだ確定していないという段階で、環境影響評価がきちっと確定して、その後専門委員会に審査をしてもらって、その後工事の着工の許可が出るというふうに環境課は回答しています。で、工事の着工の許可がまだ出ていない段階で液状化対策工事だけが進んでいるというのはどういう理由なのか教えていただけますか。特にこういうIR 事業っていうのは僕らは大阪関西、まあ、日本の起爆剤となるような事業であると位置づけてます、まあ、同時に多くの方がご懸念やご不安を持っている事業でもありますので、できるだけ多くの方にご理解いただけるように住民説明会等をやってます。で、手続きはこういうそういう事業ですから、きっちり手続きにのっとって進めてますので、こう法的や手続き的に段取りを踏んでやってますから、これはそれ適正に進んでいると認識しています。手続き的には先ほど環境課が言ったその工事の、ね、着工がまだ許可が出てないですよね、でなぜ液状化対策だけを先に行っているのかっていう質問なんですけども、ちょっとそのご質問の一時情報が正しいかどうかしら僕はちょっと今手元にないので、だから一応確認してください。なぜですよ、許可が出てないところに工事って着手はできませんので、僕が言いたいのはきっちり手続きはのっとって進めてますので、詳細の点でご懸念があるようであれば一度局の方に確認ください。ありがとうございます。はい。